いや嬉しい、なんかまさかはーちゃんが来てくれるなんて思わなかったよ。マジで。え、だってなんかちゃんとさ喋るのむちゃくちゃ久しぶりじゃない。いや本当で、しかもさ一対一で喋るの初めてじゃない。いや初めてじゃないよ、一緒に配信したことあるじゃん。と楽しかったことがあったら教えてほしいなって思いまして、これね、そう聞かれると思って考えといたんだけど、あ、準備してきてくれた？そう、実はね、うん、あの最近あのラミーちゃんのね、ラミーママのね、とつまちにも行ったんだけど、その時にね、なんとはーちゃま、お、あのペットになったんですよ。あ、ラミーちゃんの？そう。ラミーちゃんのペットになったんですよ。あ、はい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 。そうで、ラミーちゃんはまああの泣き、あのあやめちゃん推しということで、え、いや、どうなんだろうね、推しかどうかわかんないけど、わかんないけど、うん、まああやめちゃんが先輩でしょ、あ、ってことは、まあ、うん、あやめちゃんの後輩の、うん、ラミーちゃんのペットだから、うん、あやめちゃんのペットも同然、あー、じゃあ世の後輩ってこと。なんでね、あのね、ホロメンのみんなのペット兼ベイビー兼養われたいっていうのがね、夢だから。あ、なるほどね、じゃあ今日は世のベイビーになってくれるってこと。そして今日からハーチマはあやめちゃんのペットになった。ラミーちゃん兼世のペットっていうことね。世のペットで、それでどんどん増えていくから。ある時間。これからもよろしくお願いします。よろしく先輩。バイバイ。バイバイ、ありがとう。何だったんだマジで。ありがとうございます。ということで、なんか世のペットとか言ってましたけど、ハーチマはね、あの1期生の大先輩なのね。ド M だね。バカ変態うるさい、もう知らない、これでいい、ピアン